やめたくないって言ってやめたけど、やめたいけどやめたくない。あー、ちょっとここは思い切ってね、休みますっていう活動がです。ごめんね。ポチリしたみんなごめんね。なんかあげようかな。じゃあ、あれですね。親指移動させるやつします。全然できないんですけど。これでしょ？これでしょ？こうだよ。こうだよ。あ、今鼻くそと目やにとね、耳くそをね、耳垢を投げました。あんまやらこんねえよ。本当は寝たくないの。寝るってさ、嫌だから。あんま寝たくないの。でもちょっとしょうがないから寝ちゃおっかな。ちょっとね、寝た方がいいじゃん、俺は。休んだ方がいい。ちゃんと治さなきゃいけない、病気を。やっぱそのさ、嫌なことが今できないの。精神状況、精神衛生が悪いし。衛生をなんかもう、潔癖症がひどくなってんの、俺。俺も多分ちょっとしたミニ潔癖症みたいなところあったんだけど、精神力みたいな気力、気がめいってからね、潔癖症がひどくなってる。うん。てなわけで、あざしたー。って言いたいところだよね、まあ。あざするのか、あざする、あざしちゃう。やだ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 。吐いてえな。いじった歯茎が言いたいよ。いじった歯茎が痛みです。歯医者行こう。歯医者行こう。盗んだ歯医者で手術する。どう？盗んだ歯医者で手術する。くだらないね。いいね、そのしょうもなさ。大切にしていこう。てなわけで、はじま京志郎でした。本当は寝たくないんだけど、でもこれ以上続けたらなんかおかしくなっちゃいそうなんで。いや、でも続けようかな。でも、やめておくわ。ちょっと寝ます。危ないんだよ。俺多分さ、精神削ってんのもん。知らず知らずのうちに。知らず知らずのうちに頑張ったり我慢したり、精神、寿命を削ってる気がするので、ちょっと不安なので、やめたいな。でもな、どうしよう。やめる理由ができたからやめてんのかな。ってか、わけ違うんだよ。俺はなるべく長くさ、ロックとは違うの。一瞬をかけて、確かに一瞬一瞬面白いことを喋っていこうっていうのはあるんだけど、俺は喋り続ければ喋り続けるほどって、長生きすれば面白いものがいっぱい見れるわけじゃん、どんどん。あーって言って。で、目がどんどん肥えていって。で、やっぱ手も、まあ口もね、面白いことも喋れるようになってくるわけ。で、やっぱ自分と自分を向き合い続けて、磨き続けてさ、研磨し続けてね、鍛錬を積みまくってね、研鑽を積みまくって、どんどん面白くなっていくの。だから焦ってここで終わりにしたくないの。なるべく精神病とかそういう鬱的なのも和らげていって、もっと元気に喋っていきたい、長生きしていきたいから、生き急ぎたくないのよ。長生きするかどうかはわからないんだけど、でもやっぱり俺よく寝てるから、結構ねしっかりと睡眠とってる人間なら何らかで長生きしそうなんですよ。まあデブだからわからんが、でもやっぱりね、まあでもまあやりたくなったら喋るわ。自分のこと大切に思ってるからこそ、やりたくない言い訳じゃないんだよ。すごくやりたいんだよ、やっぱり。でもやっぱ長くこれを続けていきたいから、でもどうなんだろうな。ここでやめたら、まあそんなこと考えなくていいよ。なんか胸騒ぎがするのでね、やめときますよ。うん。ちょっとね、今はほんとね、いろいろあってね、ちゃんと休んだ方がいいと思う、俺は。みんなに休んでほしくないと思うでしょ。今ね、マジで動画のタイトルつけれなくなってるくらいやばい。ほんとにつけれない。で、動画撮るだけはできるから、ストックがどんどん止まっていくわ。じゃあ、そんなわけでね、あざした学園2でした。ラブ。違う。まあ、あざしたも違うな。よし、じゃあ寝るわ。と見せかけて、